松崎陣屋は、福岡県小合理市松崎に存在した陣屋。江戸時代前期、久留米藩の師藩、松崎藩が藩長として建設した。漢文8年、久留米藩、第二代藩主、有馬忠頼の養子である、有馬豊雄が、第三代藩主、有馬頼都市の医療の内畜五国五年軍に一万国を分治されたのが、松崎藩の律藩である。 漢文八年十二月、初めて所領に入った、豊雄は、まずご元軍横熊の館に入るが、松崎の地を地所と定め、漢文九年春から、館の建設に着手した。四カ年をかけて、漢文十二年に完成した、松崎陣屋は二重の堀を巡らせた、大規模なものであった。関文十三年、遠方元年には、豊かの命により、参加宿から、 松崎城下を経由して、府中塾に至る松崎街道が開設された。遠方2年には松崎街道が山金交帯路として定められ、陣屋の東に松崎塾が整備された。松崎街道は薩摩街道の一部であり、松崎塾は薩摩街道と秋月街道の交わる地点としても繁栄することになる。状況元年。 豊タの義兄にあたる肘方勝流が、家中騒動から、会役処分を受けたのに連座して、豊タも会役され、クルメ藩預けとなった。これに伴って、松崎陣也は破却され、廃場になった。現在、主格の跡地には、福岡県立三井高等学校がある。ありがとうございます。